北谷です。今回はプロスピレのエナジーを貯蔵率を高める方法について解説していきます。皆さんプロスピエイヤーってありますでしょうか。今月も金欠だよ。課金しているけどプロスピエの課金をやめたい、そのような方へ最適な動画を今回作成いたしました。お金もプロスピも満足できるよう実践をしていきましょう。本日もよろしくお願いいたします。よろしくフィーバー。絵を立てる。あれ、プロスピの話するんじゃないの。そう思われた方もいらっしゃると思います。今回私が言いたいのは、本時点での欲しい選手に優先順位をつけていくことが大切だということです。例えば1番に中村紀洋が欲しい、2番に高橋由伸が欲しいなと思った場合だと、中村紀洋を手に入れることだけを第一に考えて動くということです。もちろん中村紀洋が出るまでに ES やアニマなどの魅力的なガチャがたくさん登場します。そこで欲に流されガチャを引いてしまうことが一番エナジーが止まらない原因となります。ちなみにこれが計画立てた結果です。無課金でここまでのオーダーが作れます。見てわかる通り、計画を立てることは最も重要な要素だと私は思います。よろしくフィーバー。フィーロード、フィーロードは初回報酬の5エナジーもらえたからもうやっても意味ないやと感じている方はもったいないです。フィーロードは初回報酬獲得後にも優勝報酬やストーブリーグでエナジーを手に入れられます。確かにもらえる量は少なめですが、エナジー貯めたいのであればフィーロードを積極的に行っていきましょう。ここで注意してほしいのは、必ず自然回復のみでフィーロードを行うことです。エナジーを消費してフィーロードを行うと、スタミナ半減の危機でも必ずエナジー量は赤字となります。なので自然回復のみで必ず行ってください。よろしくフィーバー。よっしゃ、じゃあフィーロードの持っていればいいんだと思ったそこのあなた、甘いです。先ほども言ったようにフィーロードはもらえるエナジー量は少ないです。それよりもイベントが開催されているのであれば、必ずそちらを優先的に行いましょう。そしてこちらもフィーロードと同様、必ず自然回復で行いましょう。どのイベントも自然回復のみで累計最後まで終わります。基本的な立ち回りとしては、イベントの報酬を全て獲得してからイベント終了までの期間は V ロードを行う形となります。常にエナジーを貯めるための行動を心がけましょう。よろしくフィーバー。リアルタイム対戦、リアルタイム対戦は年間通していつでも行うことができます。リアルタイム対戦はルッキーからプラチナまでのランクがあり、ランクに応じて開催期間の末に多くのエナジーを獲得することができます。リアタイにまだ慣れていない方やなかなか勝てないという方でも、自分と同じくらいの強さの方とマッチングするケースがリアタイは多いです。なので臆せずリアタイを暇つぶしに行うことを強くお勧めいたします。よろしくフィーバー。現在調子くんの宿題が開催されていますか。エナジーを貯めたいのであれば、ここで選ぶ報酬は必ずスタミナ回復にしてください。スタミナ回復って経験値 1.8 倍よりいいの？と疑問に思うかもしれません。スタミナを回復すると、回復した分だけ V ロードやイベントの試合を多く消費することができます。それにより早く報酬を獲得できたり、 V ロードを効率よく進めることができます。なので必ずスタミナ回復を選択しましょう。よろしくフィーバー。ごめん。今回はエナジーを貯めるための方法を5つ紹介しました。デイリー報酬やログインボーナスはやって当然なので、今回の方法からは省いております。今回紹介したことを実践して欲しい選手を確実に獲得していきましょう。この動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録だか評価動画のシェアをお願いいたします。ではまたね。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な動画を配信していくので、ぜひチャンネル登録お願いします。では次回の動画でお会いしましょう。